共同大阪のホームページをご覧の皆さん、こんにちは、古川祐樹です。この度8月の31日から9月の1日まで神戸文化ホール大ホールにて神の子供たちは皆踊るアフターザクエイクという舞台を上演します。関西ご出身の村上春樹さんが阪神・淡路大震災をテーマに書いた短編集を原作とした舞台になっています。2005年にアメリカで上演され、今回倉持豊さんの演出で日本初上映となります。ぜひ関西の皆様に見ていただきたいです。